この駐車場ね、左側もこれ遊歩道で東尋坊でも行けるんですけど、ちょっと道があんま良くないんですよね。ここね、無料で止めれるんですよ。でトイレもあるしね。で自動販売機がないのがちょっと欠点だけど、ここ駐車場ありますね。ここからずっと東尋坊までね、1キロほど歩いていきます。多分ね、15分から30分くらい、かかると思いますけどね、うん。ここだと無料ですね。ここだと無料です。手信号か。朝からご苦労様です。もう働いてるよ、ほら。私は朝から遊んでんのに。おほほほ。デジタル終了しました。斜め左方向。これを超えると、このね、左側にも東尋坊広がってるからね。東尋坊行きたいと思います。歓迎東尋坊タワーに行きます。ねえ、暑い中お疲れ様ですよね、本当に。はい、ここの先に東尋坊タワーがあります。東尋坊タワーの駐車場に停めます。ほら出た、東尋坊タワー。昭和だね、完全に。まだかな、東尋坊。おはようございます。おはようございます。タワー何時からですか？あと15分ぐらい。あ、そうですか。はい、駐車料金、はい、500円、すいません。はい、はい、お願いします、はい、これお釣りです。あ、はい、ありがとうございます。タワー取るならこれは割引券も兼ねてるんで使ってください。あ、はい、ありがとうございます。早速集金、早速集金しありました。15分後だって、半から登れるって。ちょっと缶コーヒー集金、そらーこれです。世の中これです。わんばんこ、おはようございます。はい、今日どこ行くんですか、ネケナミスさんは。どこ行くんですか。昨日電波ちょっと悪かったですよ、ネケナミスさんね。私もちょっとくるくる結構ありましたけど。あと旅の予算こんだけです。あ、仕事なんですね。これ多分ガソリンで消えるんですよ。
だから1万7000円なんで、多分東尋坊タワー登って、今日結構使う東尋坊タワー登って、みんな仕事。申し訳ございません。あと15分ぐらいか。割引券持ってた方がいいね。さすがだね、早いね。ちょっと缶コーヒー飲むわ、缶コーヒーね。一緒に行きたい、みんな。やっぱり東尋坊来たで。東尋坊何年ぶりか忘れたけど、来たね。見て、ほら、東尋坊タワーとパジョルビーと東尋坊タワー。ダイブしません。あ、お金落とした。お金落とした。あ、ポケットの中だった。パジョルビーと東尋坊タワー、かなり古いと思う、これ。昭和、すごいもん、昭和匂い。昭和のあれ。誰かバイクに来て、バイクで。バイクで来てるよ。何飲もうかな。ボス飲む、ボス。ボス飲むか。M コーヒー飲むか。M コーヒー、手堅く M コーヒーだね。M コーヒーポチッと。東尋坊タワー。あ、こっから行けないんだね。もう崩れてるもんね、ほら。あれが。ね。崩れちゃってるわ。見てもほら。わかる、このサビサビ度、サビサビ度。なんかウルトラマンに出てきそうな、そんな雰囲気で、これ。で、あっち行くとさ、あっち行くと、あっち行くとね、あの市場とかあるんだよ。あっち市場とかね。そそり立ってるからね。あらいそりより、すごいよ。トラだ、トラだ、お前は虎になるんだ。タラタタタン。白いマットのジャングルに。木でできてる、木で。すごい。うわ、すごい。見て、木でできてるよ、ほら。木だよ、これ。すごいね。心に向こう。おろし餅。この先、通路が狭くなっております。わ、すごいね。いろんな お宝がいっぱい追ってる。おはようございます、どうも。おはようございます。YouTuber ジャーナリストのまさかみでございます。はい、どうも。はい、どうも。あ、おはようございます。おはよう。チョコビさんいらっしゃい。あの、今、東尋坊タワーね、今から登るんですけどね。ちょっとあんまり生きてたら、ちょっと東尋坊タワー高くなんで、東尋坊に来てます。終着駅は始発駅。ここは天下の東尋坊。ちょっとかすれてるけど、昭和やね。お餅を食べて、金持ち、長持ち、力持ちになりましょう。
昭和だね。東尋坊で一番美味しくて安い店です。いや東尋坊タワーだわ。金持ち大好き、みんな好きでしょ。ちょっとここにちょっと腰掛けて生きていい。ちょっと蜂いるな。蜂がいるわ、蜂がいるわ。ここでちょっとどっかで生きて食べたいんやけど、飲みたいんやけど、生きるところがない。生きり倒すところがないわ。うん、あとね、あとちょっとでここ東尋坊タワーが、なんかほら8時半かららしいの、このタワーが。ちょっとコーヒー飲んで、ちょっとあれ体勢整えてちょっと行きますね。まず東尋坊タワーね。東尋坊タワー、ほらマジックで書いてるよ。座るベンチはね、あっちの方しかない。座るベンチはね、我慢が古い。昭和ですよね。あっち、東尋坊の方行ったらあるから、あっちでちょっと、散策して、ちょっと異常にちょっとね、スケジュールが早くなってる。9時頃展望台に登って、それから、東尋坊に行って遊覧船に行こうと思ってたんだけど、今もう開くじゃん、もう開くじゃん、開くから、もう開くからもう開いちゃうからさ、半頃に開けちゃうと思うから、もう暑い暑い、暑くて目が覚めた車の中。君の瞳に乾杯。よし、ちょっと散策準備しようか。帽子いるかな、帽子いるコーヒー行き飲み。86%。昨日さ、充電できてなくてさ、なんかさ、20% まで低下してた。びっくりさ。うん。東尋坊ですよ、東尋坊。福井県の皆さん、ぜひともね、登録お願いします。遠慮せずに、登録タダなんで。昨日ね、ありがとうございます。かぶった方がいいね。昨日おかげさんでね、YouTube チャンネル登録者14万人突破しました。ありがとうございます。多分ね、越前市の人とかね、越前海岸の人がね、多分登録してくれたと思うから、よかったと思ってます。はい。で、今日はね、東尋坊のね、ここら辺のね、近所の人たちをね、片っ端からね、私のチャンネル登録してもらおうかなと思ってます。はい。そういう目論みです。翔太郎さんいらっしゃい。そういう目論みでございます。はい。それではね、ちょっと待ってくださいね。近所の人、そう。近所の人ね。タオルを持っていきますね。暑いんで。すごいものを見た。何を見たんですか。
あとはショートだけど、ああ、お願いします。ショート期待します。こう、もうこうするとも田舎のおっちゃんだよね。田舎のおっちゃん。タオル必要。もう、開いたかな。おはようございます。おはようございます。はい、撮影はとか OK ですか？あの、上ですか？はい、大丈夫です。あ、はい、はいはい、ちょっと前にクーラー入れたばっかりやから、はい、大丈夫です。気が悪いから、はい、展望台って周りが全部ガラスなんで、あ、はい、朝から日がこう当たってると温度が高いんですよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、誰もいませんので、あの、はい、はい、ごゆっくりどうぞ。はい、東尋坊タワーにやってきた一番乗り。トン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 、ほら来たよ、来たー来ましたよ、東尋坊タワーでございます。はい、はいはいはい、スタンプ、スタンプ大好き男はスタンプを早速いただきます。スタンプ大好き男はエアコン効いてるよ、行くよ。はい、東尋坊タワー子供か、いや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 、貸し切り貸し切り、皆さん貸し切りですよ。これ手がもう一本欲しいね、手がもう一本欲しいね。これをこの紙を持ちながらするとね、痛いのよ関節が。見てほら、取り放題、こういうとこです皆さん、こういうとこです皆さんね。ほら、エアコン効いてる。こっちはね、防波堤、エッセルの防波堤みたいなね、うん、ほんで三国、あの、あそこのね、そこそこそこにね泊まってました。福井港でございます。見てください、屏風岩、テクノポート、福井というかね。いやー、貸し切り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 ですよ。はい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 、荒いそういうほどありますね。見てください、あ、こっち東尋坊、あ、東尋坊見えないじゃん、東尋坊見えないやん、ほら、あらららららら、ら、あれ、小島ね。ここにあの、あれですね、あの、なんか布袋様やね、布袋様に観音様ね、東尋坊タワー仏像、布袋様、あ、これでかなりアップで、お、すごい200円だけど、わ、すげえ、これでアップできるって。プリーズペイって、プリーズペイって、お金、お金、お金、プリーズペイお金請求された。ここの通りをずーっと行ってね、下っていったら東尋坊ですね。トイレありますね、まあ、こういう感じでね、はい、おみくじありますね。あ、もう元戻ってきた、もん戻ってきた戻ってきたんだけど、どうすんのよこれ、どうする。いや、あの、東尋坊見えない、東尋坊タワー、
おいしょ。海めっちゃ綺麗。ね、400円でした。駐車場代が500円で割引券が100円ついてて400円です。めっちゃ安いよ。400円は安い。普通はもう1000円とか取れるでしょ。取れるでしょ、普通に1000円とか。見て下、こう結構やっぱり高いね。こんな影です。はい、あ、ちょっと書くわ。正上流法ちょっと書かなきゃいけない。ここはね、ちょっとね、書きますね。正上流法がここで落書き、常識範囲内で、海も綺麗だよ、だけど君の方が綺麗だよと女子に言いたい。よし、書きますね。書きます。あ、誰も書いてないよ。見て、ほら。え、なんで書いてないの？来てないっていうこと？来てないと。みんなね、来たらね、これね、か、見てよ。そうそう、世界の正神が来たことをここに書く。書くよ。世界の正神が来たことをね、書いてあげるからね、ここにね、おじさんが。ここに。2024年。何月？ 6 月？19日何曜日？水曜日。今何人？14万人？どうや？これで登録したろ。登録は無料ですって書いとこ。あ、間違った。完璧じゃない？しっかり書くでしょ。書くでしょ。ロガジ。じゃあサイン書いとくわ。サイン。完璧っしょ。あ、タワーの感想ね。タワーの感想分かりましたよ。タワートジンボタワーからの眺め最高でした。完璧やね、これで。これ正神が書いたって、こうだいたい範囲をこうしとこうか。こんなに書いてしまいました。ごめんなさい。現在って書いとこかな。現在。
現時点でチャンネル登録者あります。はい、あのまたね YouTube 来た人はね、あ、ありがとうございます。サインはまあひゃひゃ、農家の人みたい。あれもいきなりね、ここで500円、400円、900円使いました。はい、900円使いましたね。900円、はい、東尋坊でゲットしたのはこれです。そして消費税割引券をもらいました。最高です。どうもありがとうございます。チョコピーさんからスパチャいただいたんで、チョコピーさんとトックンからあのスパチャいただいたんでメダルを買いたいと思います。ナイスパー、ありがとうございます。おじま、あっこね、あそこに駐車場を止めて、この橋渡って これこの島に上陸できるんですよ。ほんで一周回れるんですけど、どうします？行きたいです。ライオン岩、ライオン岩って知ってますか？いや、なんかすることないんですけど、することないんで、ちょっと腹筋しますね。腹筋ちょっと腹筋します。ここも何か建つみたいですね。なんかね、ほら工事してるでしょ。駐車場にするのか何か建てるのかね。それなんかここに立派な建物がありますね。当時もか飛び込んでたら怒られます。通報されますよ。通報。ほらトイレは使用禁止ですから、皆さん気をつけてくださいね。上でトイレしようとか思っちゃダメですよ。禁止ですから。はい。トイレ使用禁止。アニョハセヨー、アニョハセヨー。東尋坊前説。今から約800年前、鎌倉時代後期の頃の橋、福井県の東部奥越勝山に平泉寺という寺があり、その兵数7000坊と言われるほど隆盛を極めた。その中で数千の造兵は極悪非道で、金剛の民百姓を苦しめていたが、その中でも東尋坊という悪僧はその働かしらであったと言われている。ある日、平泉寺の僧兵が大勢でこの地に参り、岩場で酒盛りしたところ、宴会も進み、東尋坊を泥酔させたところ、隙を見て東尋坊を絶壁から、海を突き落とした。すると、岩間にて雨はかき曇り、雷鳴とどろき、それから49日間、
海は大荒れとなった。この不思議な、この後不思議なことに、毎年旧暦4月5日になると東尋坊の怨霊が現れ、荒れ狂い大しけになったということです。それから数十年後、諸国の暗夜の僧たちが立ち会い、その話を聞き、東尋坊は憐れんで、沈む海の浮き名を変えよ、法の道、西を尋ねて浮かべ後の世、このように供養の歌を海に流してから試験も収まり、それから誰ともなくこの地を東尋坊と呼ぶようになったとかということで、東尋坊さんね、はい、ちょっとすごく悪かったということでございますよ。ほらここでございますよ、はいね、はい、そんな感じです。もう気が済んだ、みんな気が済んだかい、東尋坊。いやー、全日本競技二重タワー、札幌テレビ塔、五稜タワー、銚子タワー、千葉ポートタワー、東京タワー、横浜マリンタワー、名古屋テレビ塔、東山スカイタワー、東尋坊タワー、ツインアーチ138、クロスランドタワー、通天閣、京都タワー、神戸タワー、空中庭園、福岡タワー、ゴールド、プレイパークゴールドタワー、海峡夢タワー、夢港タワー、別府タワー。行ったところは、別府タワー、夢港タワー、夢海峡タワー、ゴールドタワー、京都タワー、神戸タワー、ポタワー、空中庭園、福岡タワー、この通天閣、あと頂天廟。だから2、4、6、8、10個行ってないわ。上10個行ってない。うん。すごいな。半分行ってないわ。60年も生きて半分行ってないわ。これは危険やね。危険。夢見たのは、QP さんとかある、QP さんとかね。それでは皆さん、もういい？もういいかな？もうそろそろ東尋坊の方行っていい？とりあえずエレベーターで降りて、行きますね。あれした？あれした？サイホカミン、トイレは飾りです。トイレなんて飾りです。偉い人には分からんのです。いやいや、トイレは飾りじゃダメ。飾りじゃないのよ涙は、ははーん。誰も来ない、こんな日に誰も来ないなんて。売り上げに協力してメダルを買います、皆さんの。よしよし、メダル全部だよ。これ2択しかないからね、2択しか。ほら見て、同じ年は昭和39年やったらね、ということでございます。ちょっと、はい、はい、はい、ちょうどお預かりになります。はい、ありがとうございます。ですけど、あ、はい、朝から暑いね。ここ置いて行っていいですか。あ、崖の方まで行かれますか。あ、はい、じゃあね、ここの間抜けで川は少しは近い。あ、はい、ありがとうございます。
こさあれだよ、個人のさ、個人のさあれだよ、あの持ち物でさ、見て買ってきた、お見合い買ってきたけどちょっと封印されてるわ、封印。ちょっと待って、お見合い買ってきた、またちえ子に買ってもうたわ。ちえ子これから、あのこれ買ったからさ、ちえ子これ買ったから、これメガネしや、これメガネ肩あたそばパン、こちらの方ちえ君ですね、お土産で買いましたからね。もうお土産言う前に買った言うてあるからな。来た。メガネ、まあ、メガネ型。あの変なメガネしてるやろ、やつは。よいしょ。さて、ほんなら東尋ポタを登ったんで、東尋ポタを登ったんでね、みんなね、東尋ポタを登ったんで、皆さんね、東尋ポタを登ったんでね、早速、あ、そうや、多分夏とかシーズン、夏休みになったら多分ね、もっと人入れてね、ガチャガチャすると思うんですけどね、この時期はやっぱり、なかなかね、お客さんも来ないんでね、あれですけど、どれぐらいかな、12、12、17、21、2600円ぐらいこれ使いました、2600円。ぼちぼち東尋坊の方歩いていきたいと思います。